聖火リレーを見に行きたい。で、どうせだったら綺麗に見たいじゃないですか。だから、まあ、どのポジションでね、どの時間帯に見たら一番綺麗に見れるのかなと思って、このインスタのねハッシュタグの聖火リレーってやつでずっと見てたんですけど、これすごい綺麗じゃないですか、この人の投稿とか。これほぼ真正面撮ってるんですけど、この真正面いいなと思って、よし、じゃあ真正面でなおかつね、あ、この写真もいいね、真正面でなおかつやっぱ日中だとあんまり火灯ってんのが分かんないかなと思って、なのでどっちかと言ったら夜、ほらこういう感じで夜撮った方がすごい綺麗に見えるんじゃないのかなと思ったんで、じゃあね、あの山形の聖火リレーで夜でなおかつ正面で見れる場所っていうのをちょっと探そう。夜行われるのがこれだね、19時08分から19時40分で文章館から山形県総合文化芸術館まで。よし、じゃあこのルートを調べてみよう。でだ、この文章館からスタートして、文章館、ここがスタート、スタートで、ここのメインストリート、まあ東京でいうここは銀座みたいなところかな、デパートとかがあった場所、もう今は潰れちゃったけど、でここを通って最終的にはここがゴール、ゴールが19時40分でスタートが19時08分。でだ、でさっき言った正面から見える場所って言ったら、こっちからこう見るってなるとここで、こっちからこう見るってなるとここの場所、2ポイントはあるんだけど、山形らしさがもうどっちかさ残したいってなったら、もうここなんだ、ここのメインストリートがまあ一番山形らしい、まあ風景が見えるかな、まあ文章館とかもまあもしかしたら入れられるしねってなったらここなわけ。じゃあここで見よう。暑い。よし、あっち。いよいよ始まるみたいだね。楽しみ。これでどっちの方が美味しいですか？飲んだことないんです。あ、ですか。はい。わりました。結構埋めてる。あ、本当ですか。わりました。駐輪場探さないと。じゃあこれからちょっと場所に向かいます。さっき見つけた場所。超スリムになった。
来年からはスキージャパンパラリンピック出場を目指して頑張ろうと思い、日々左足の筋力を戻すトレーニングを行っております。義足の姿で人前に出ることが抵抗があったんですが、今日は皆さんの目の前で力強く走り抜けてくださいます井上雅紀さん。Give it up for 雅紀。僕たちの仲間はコカ・コーラ・ワンダでしょう。うん、結構良かったんじゃないですかね。なんかいろいろ批判されてるけど、まあ僕はあれはあれでいいのかなと思いました。ライト使うね。